令和6年7月12日、堺業界上幕僚長の引責辞任に伴い、斉藤明自衛艦隊司令官を海上幕僚長とする人事発令が防衛省より発表された。こちらの番組では6月18日に堺海上幕僚長の12月定年退職を踏まえて、気が早いけど次期海上幕僚長を大胆予測という動画を公開しました。まさか多くの不祥事が発覚し、堺海上幕僚長が引責辞任するとは思いもよりませんでした。斉藤明新海上幕僚長の経歴を振り返ってみます。昭和41年7月26日生まれ、長崎県佐世保市出身。平成元年3月、防衛大学校第33期卒業、海上自衛隊、入隊。海上自衛隊基地のある佐世保市出身ということで、幼少時より身近な暮らしをしていたかもしれませんね。平成15年、二等海佐、昇任。平成18年、磯行、艦長、就任。平成20年、一等海佐に昇任した年に、アメリカ海軍大学校、指揮課程に留学。きっと英語が堪能で、国際感覚に優れた方なのでしょうね。平成23年、第14護衛隊司令、就任。平成26年には、海将補に昇任。第一護衛隊、軍司令となる。平成29年には幹部候補生学校長に就任。令和2年、海将に昇任するとともに護衛艦隊司令官となる。令和3年、海上幕僚副長。令和4年、自衛艦隊司令官就任と、同期の追随を許さない昇任スピードで輝かしい経歴を歩んできました。前回の動画のコメント欄では、横須賀地方総監を推す声が圧倒的だったのですが、私は密かに斉藤自衛艦隊司令官を推していました。予想がたまたま当たったことで気分を良くしています。このスナップ写真は家族で写真を撮っていたところ、私も入りましょうと並んでくださり、ビッグなサプライズでした。お優しい心遣いに感激しました。ありがとうございました。そんなこともあり、斉藤自衛艦隊司令官を推していたんです。さて、斉藤明新海上幕僚長は7月26日で58歳になられます。幕僚長の定年が62歳ということを考えれば、陸上と続いている統合幕僚長の道も年齢的には考えられるということになります。海上自衛隊は防衛省のもと、このところ次から次へと湧き上がる問題、ハラスメント、不正処理などの生み出しを強力に進め、生まれ変わろうとしています。新海上幕僚長には、問題山積の中の船出となりますが、強力なリーダーシップで、海上自衛隊の立て直し、そして一番重要な、日本の海を守るという、重責に立ち向かっていってほしいと願っています。この度は、就任おめでとうございました。